to Cobra Lake. Take me back to yesterday, 'cause that's where I belong. On a rainy day, take me to that old cafe. We'll watch the teardrops drip away with everything we've known. 'Cause I know how to write a song. You しかし、新型コロナ影響大きいですね。 飲食店で店閉じちゃうとかね。 破産しちゃうとか本当に経済に大打撃ですよ。 アメリカでは火山の奥脇みたいな丸ばっかりになってて、その中に入ってテーブルがあって、食べながらこう移動できるっていうような、しましたね。パッと見たら浮き輪を持ってね、歩いてるように見えるんですけども、なかなか相手ですよね。 美味しいな、うまいわ。 東京の緊急事態宣言は本当に解除できるんですかね。本当にみんな不便してるようなんですけども、やっぱ人口は多いからね。 再開しました。記念にウソシックスを買ったんですけども、当たればいいな。
散髪したんですよ。今日から散髪屋が開いてて安い1200円の店なんですけども、30分ぐらい空いたらお客さんは少ないんですけど、じゃあチケットを買おうとしたら店員さんが慌ててやってきて、今予約してもらわないと困りますって言うんですよね。3時で入ってもらえるのは5時40分ぐらいになりますって言うんですよ。2時間半も待てないと思ってね、あ、じゃあもういいですって言って来たんですけどもね、みんな散髪行きたかったんだろうね。大事ですよ。こっちの中にこれ入らないんだよな。だからちょっと髪がね伸びてるし落ち通してるんですけど、店がそんな状態なのに、まああと1週間はそんな状態になるんじゃないですか。近くにね、犬のトリマーの店があるんですけど、トリミングしてもらおうかな、犬みたいにね。ガチャガチャガって。うん、おいしい。昨日ね、夢見たんですよ。なんかね、タバコをスパスパしてる自分がいて、ああ、ダメだ、禁煙破っちゃったっていう、何の推しもない夢だったんですけども、タバコはもうやめて10年ほどになるんですけどね、ああ、吸っちゃったみたいな後悔を夢の中でしてましたね。まあもう、タバコを吸うことはないと思いますけどね。
この弁当箱ね、ちっちゃいようにイメージ、パンが入るんですよ。あ、そしたら、米だけなら2合入るんじゃないかな。おかずは別にしてね。こうやって弁当食べてると高校生の頃排便してたのを思い出しますね。ちょうどね、3次元目から4次元目に入る10分間の休憩で弁当1個全部食べて、昼休みになったら購買行ってパン買って食べてましたね。あの頃は底抜けに食べてましたからね。学生カバンがかっこつけて薄くなるように改造したんですよね。でもぺったんこじゃなくて弁当が入るスペースは空けてあったんで、教科書は全部学校の教室の机の中に入れましたから、学生カバンに弁当だけ入れて行って帰ってくると、そういう生活しましたね。今日は僕の好きな肉団子が入ってますんで、なおさらよしですね。関係のない話なんですが、車の屋根の塗装が剥げてきまして茶色に変色してるんですよ。さすがにやばいですよね。で、まあちょっと塗料を塗って応急処置したんですけども、もうサビが回ってるってことですよね。今車なくなったらちょっと痛いぞ。こっちは田舎だからね、車がないともう生活できないですよ。と言って車を乗り換えるなんて無理ですしね。もうね、好きな車なんですけど、この間細い路地に入ろうと車曲がっていったら鳩が飛んできてね、車の下に入りやがったんですよ。わーと思ってハンドル切ったら横のなんか棒が立ってて、そこにガシャーンと浦津ちゃった。本当あのクソバトは何しやがんねん、本当に。結局パンギンとライトの交換で30万ほどかったかな。あ、30万じゃないわ。15万だ。店の人にはね、もう買い替えたらどうですかなんて逆に言われるんですけど、お金はないんですよ。とはちょっと言えないんで、あ、まだ乗りますっていうふうに言ってるんですけどね。
まあこのぐらいのもんでちょうどいいかな。大食いも無理だし、かといって少なすぎると足らないし、難しいところですけどもね。だんだん蒸し暑くなってきましたけど、気候の変わり目、風邪などひかないように気をつけてください。では、ごちそうさまでした。